こんにちは、皆さん、モノモースです。今回は、一つのニュースについてお話ししたいと思います。それは、男性の体臭が苦手、という SNS 投稿が物議を醸し、アナウンサー川口ゆりさんは所属事務所との契約を解消されたという件です。まず、このニュースの概要をおさらいしましょう。川口ゆりさんは8月8日、自身の x ッキューツイッターに、夏場の男性の匂いや不接生している方特有の体臭が苦手すぎると投稿されました。この投稿は多くの人々に不快感を与えただけでなく、SNS 上で 大きなな話題ととりましした結果としてアナウンス事務所イスは川口さんとの契約を解除すするに至ったわけですさて、ここからが本題です。私の見解を述べさせていただきます。まず、大衆に関する不快感は多くの人が感じることでしょう。そして、これは男女問わず共通の問題です。しかし、川口さんの投稿には、夏場の男性の匂いや不摂生している方、という限定的で攻撃的な表現が含まれています。これは多くの人に不快感を与えた理由の一つと考えられます。しかし、ここで一つ行為しなければ ななならないいいのののは彼女の発言は個人の感想にすぎないという点です問題はその発言方法やタイミングであり、それは SNS という広範囲に影響を及ぼすプラットフォームで行われたことにあります。SNS では自分の言葉がどれほど多くの人々に影響を与えるか、常に意識しなければなりません。具体的な例を挙げると、ある男性が、女性の香水の匂いが苦手、と SNS で発言した場合、これは香水を使用する全ての女性に対する攻撃と受け取られる可能性があります。つまり、個人的な不快感であったとし してもそれを公共の場で表現する際にはその影響範囲を考慮しなければならないのですもちろん人々はこうした内容に共感する部分もあるでしょう実際ニュース記事のコメントにも私も大衆の強い人の匂いが苦手ですという意見が見受けられますしかしだからといって公共の場でそのような発言をすることが適切であるとは限りません一方で sns の発言をもとに仕事を失うことについても考慮する必要がありますこれには表現の自由と責任のバランスが必要です誰もが自由に自分が 意意見見ををけににははありりまますがその意見は他人に与える影響についても責任を持たななればなりません今回の事例は、このバランスが崩れてしまった結果と言えるでしょう。最後に、私たちが SNS での発言を通じて他人を傷つけることがないよう、常に入るし、もっとポジティブな内容を広めていく努力をすることが重要です。これにより、リアルでもデジタルでも健全なコミュニケーション環境を作り上げることができるでしょう。今日は以上です。皆さんのご意見や感想をコメントでお聞かしください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。